それでは定刻となりましたので、ただいまから知事の定例記者会見を始めさせていただきます。本日は知事の方からの報告事項特にございませんので、早速ではございますが、幹事社の方からのご質問をお願いいたします。共同通信です。よろしくお願いします。15日に平成25年度予算が成立しまして、当初予算としては過去最大の規模で、公共事業費も4年ぶりに増額されました。財政出動による景気の底上げを意図した編成ですが、一方で財政再建も課題となっています。知事の評価をお聞かせください。はい、成立が5月ということは17年ぶりと聞いてますけれども、大変異例な状況の下で成立しましたが、24年度補正と合わせた15ヶ月予算ということでですね、この緊急課題への対応、あるいは地域経済の活性化に取り組む、積極的に取り組む、そういった予算であると受け止めております。他方で今ご指摘のような財政状況、依然としてその厳しい、ようやくこの公債金収入が税収を上回るという姿は出しましたけれども、やはりそしてプライマリーバランスも改善しておりますけれども、この財政の問題、財政健全化に向けての取り組みは喫緊の重要な課題であると考えております。いずれにせよ国においてはですね、地域がより活性化するよう円滑な予算執行をお願いしたいと思っております。本件関係では川川ダム、あるいは県道円座港南線、空港連絡道路ですね、またため池関係は当初予算に対し私ども考えていた全額が内示いただいておりますけれども、その他に綾川新駅ですね、琴電の綾川新駅の予算もついております。こういった中で私どもも、予算の執行を円滑な執行に努めて、川県の活性化に努めてまいりたいと思っております。それでは関連その他の質問ございましたらどうぞ。NHK です。若干関連するところなんですが、今地域経済の話が出ましたけれども、先日GDP の関係の発表がありました。国としてはですね、その景気経済上向いているのかなという部分も指標的には出てきてはいると思うんですけども、その地域経済についてはまだどうかという部分もあると思うんですけども、知事として今のこの地域経済の現状と、今後についてどのようにお考えか聞かせてもらえますでしょうか。そうですね、地域経済、各地域いろいろあると思いますけど、本県について見れば、ここ2、3ヶ月ですね、いろいろな機関の景況判断も上向いてきていると思います。有効求人倍率も1を超えて全国上位という状況が続いておりますけれども、いわゆる正規の正規雇用の限って求人倍率を弾くとやはり1を割り込んでおりますし、景気の実態というところで、まだその実感が湧かないというような方がいらっしゃることも事実だと思います。我々としてもですね、アベノミクスの3本の矢、金融財政そして成長戦略ということで、先週もいろいろな発表がございましたけれども、私どもとしてはこの1年前からですね、いわゆるアベノミクスが出てくる前から、その県としての産業経済成長戦略、産業成長戦略をずっと有識者にご議論いただいて、もう間もなく今月中に取りまとまりますけれども、その中でいろいろな提言がなされておりますが、例えば5つその戦略を踏まえた重点プロジェクトとしてですね、気象と
そしてオリーブ、またケイミックス、遠隔医療ですね。これは本当に香川県に特色のある、そういった、まあ、いわば地域資源とも言っていいもので、こうしたものをぜひ、まあ、このさらに活発にしていきたい。まあ、さらには、まあ、ものづくり全般、それから、まあ、アート、まあ、観光も含めてですね、そういった重点プロジェクトというのも、まあ、示されております。まあ、こうした、まあ、絵を描いて、県民の皆様にもですね、これから10年ぐらいやはり人口減少が見込まれる中でですね、なんとか活性化していきたいということを我々も考え、また実行していきたいと思っております。関連で円安傾向については香川県の経済についてはどのように？いろいろと商工労働部も随時状況を各企業に聞いているようですけれども、まあ、今足元でですね、その悪い影響、あるいは逆にまたいい影響というのがそれほど目立って個別企業で出てきているようではないと聞いています。まあ、やはりその業種ごとにそのプラスに出る面、またやはり原材料等でですね、そちらの方のいわばトータルの影響としてはマイナスに働くようなところも当然あり得るわけですけれども、今直ちにドラスティックな影響があるという状況ではないと思う。他に何かご質問ございませんでしょうか。毎日復興予算の問題の関連で全国の自治体で復興予算が約1兆2000万2000億円ぐらいが、きちんと配分されて人材復興とは離れたような事業に使われているという問題があると思うんですけれども、県内でも、4基金に10億円ぐらいが配分されているんですけれども、その点についての、知事の所感とで今官房長官の方が、返還や予算の執行停止などを検討するという考えを示しているんですけれども、もし仮にその返還などを求めてきた場合にその県民に対してどう説明をするのかということも聞かせていただければと。その件についていろいろな報道も伺ってますし、我々もどういう状況かというのももちろん聞いておりますけれども、返還を求められるというようなことは、まあ、私はちょっと理解に苦しむというか、すべて適正な、もちろん復興との関連ということが説明にあるんだと思いますけれども、その予算の何て言うんでしょうか、性格なりそのいわば条件というものに反しているようなことは少なくとも本件においては全くないと思ってますので、返還ということは考えられないと思っています。仮に国が返還を、自主返還という形に一番その現実的かなと思うんですけども、それでも我々本当に適正に執行しているので、そういった批判を受けるような状況にあると、少なくとも本件においてはそういう状況ではないと思っております。他にございませんでしょうか。すいません、共同通信です。大阪の橋本市長が慰安婦制度について、当時は軍の規律を維持するために必要だったという発言をして、いろんな世界各国でも議論を呼んでいますけれども、この発言に対して知事はどのようなお考えをお持ちですか。
まあ、私もあの報道でしか承知しておりませんけれども、まあ、やはり理解できないそういった印象が非常にありますし、まあ、あのそういう本意かどうかは別として、女性に対する蔑視とも受け止められかねない、そういった発言は大変あの残念だと思っております。橋本さんは撤回する意思はないようですけれども、まあ、それ理解できない言葉、知事にとってはそういった言葉なら、まあ、取り消すべきだとお考えですか？いや、そうはならないと思いますが、今のはちょっとそういうご質問されてもですね、どう思うかということに対してお答え申し上げたんで、それ以上その高等の政治家であり、また首長さんがおっしゃったことに他の私の地方自治体の立場からですね、それ以上申し上げる必要はないと思いますけど。よろしいでしょうか。すいません、追加で交通事故の関連です。先週水戸でですね、乳児とお母さんという母子2人が亡くなる、まあ、悲惨な事故があったわけなんですけども、まあ、そのどの事故がかわいそうでどの事故がどうってことはないとは思うんですけども、まあ、ああいった事故について、まあ、知事ご自身どのように受け止めているのかということと、まあ、やっぱりその交通事故死者数を減らしていくということが、まあ、喫緊の課題だと思うんですけども、ああいう事故を受けて、まあ、今後考えていかなければいけない点だとか施策ありましたら聞かせてください。そうですね、事故は本当に痛ましい悲惨な事故だったと思います。亡くなられた女性、また赤ん坊、幼児、まあ、乳児に対して改めてご冥福をお祈りしたいと思います。17人目18人目の今年に入っての死者、交通事故死亡者となってしまったわけですけども、ちょっとやはりこれまでの本件の事故の場合ですね、床屋型と言われまして、まあ、都っていうのは一応お年寄りの都ということになってます。それから交差点、夜間という、まあ、この条件には当てはまらないですね、事故で、まあ、正面衝突で、まあ、大型トラックの下敷きになって、軽自動車が下敷きになるというですね、まあ、本当に、信じられない事故で、まあ、そういった点については事故の原因等はですね、これからきちっと調べが行われるんじゃないかと思っております。まあ、そういった中で、その私ども全部局を挙げてですね、担当部局だけではなく、教育委員会等においてもですね、この交通安全教育、そうしたもの、各部が連携してハード、まあ、土木の方のハードとそういったものだけではなくて、ソフト面でもこの全力を挙げて取り組む、まあ、その中ですでに予算計上しておりますけれども、マナーアップコンテストですね、これは5人1組で4ヶ月程度無事故無違反を、まあ、競っていただいて、まあおそらく相当の、まあ、方が参加されて、皆さん、大部分の方達成されると思いますけども、まあ、その中から抽選でですね、旅行券、まあ、これは他県でも近隣他県でももうすでに実施しておりますけれども、やはりそういった、まあ、いろんな手法といいますか、この北風も太陽も両方いるのかなと思って、そういう施策もこの25年度で取り組んでいますけれども、そういったいろんな施策、さらにはですね、まあ、いろいろと年度途中でも必要になることがあれば、また改めて取り組んでまいりたいと思っています。
まあ、年度途中でも場合によってはこう、まあ、予算が必要なものであれば補正などで対応することもあり得るというような。そうですね、なかなかこの前にも申し上げましたけども、これをやればピタッとやむというようなところは正直言ってもこの私知事になってからも相当の議論を重ねてですね、もう効果が出てもいいんじゃないかと思うような施策もありますし、まあ、しかしいろいろな方のご意見アイデアさらにお聞きしてですね、少しでも交通事故交通死亡事故が減っていくためにはとにかく全てのことにあらゆることに取り組んでまいりたいと思っております。他にございませんでしょうか。なければこれをもちまして知事の会見を終了させていただきます。ありがとうございました。